どうも皆さんこんにちは。フッティモンキーレンジのお時間です。シェイプレイヤー入門第3回ということで、今回はパスの結合という機能を使ってこれまで進めてきたアニメーションを完成させます。このように第1回で作成した円形をパスの結合という機能を使って円の中心から消すアニメーションとなります。前回解説したパスのトリミングやリピーターよりも出番は少ないですが、役立つ機能となりますので、ぜひ覚えてあげましょう。では早速行ってみましょう。前回作成したアニメーションの続きです。少し時間を進めて円形のスケールアニメーションが終わったあたりまで時間を進めます。レイヤーを選択してコンテンツを開きます。楕円形を選択した状態でコントロール D を押して楕円形を複製します。これでシェイプレイヤーの中に円形が2つある状態になりました。次にコンテンツを選択した状態で追加からパスの結合を選択します。パスの結合とはレイヤーの中にある2つの図形を使って形状に変化をもたらす機能です。 A という図形に対して B という図形を使ってどう変化させるかを決めるといった感じです。簡単な画像を用意してみました。左側にある円形が2つ重なった図形に対してパスの結合を追加してそれぞれモードを切り替えたのが右側の5つの図形です。2つの図形を合体させたり型抜きを行ったり組み合わせ次第でいろんな形状へ変化させることができます。今回は型抜きというモードを使います。型抜きとは図形 A を図形 B でくり抜く効果があります。消えていくアニメーションを作成するのにぴったりなモードです。ではパスの結合のモードを型抜きに変更しましょう。すると先ほどまで表示されていた図形が消えました。どういうことかというと、上にある楕円形2というシェイプを下にある楕円形1のシェイプでくり抜いた形になります。表示されない理由は複製されて作られたので2つの楕円形は同じ形状かつ同じ大きさです。さらにアニメーションのタイミングまでもが同じなのでこのように何も見えない状態になっています。型抜きするために使う楕円形1に設定されたキーフレームをずらしてあげます。レイヤーを選択した状態でショートカットキーの U を押してレイヤーに打たれたキーフレームを表示させましょう。下のキーフレームが楕円形1に打たれたキーフレームなので選択してキーフレームを移動させてみましょう。再生してみます。円形が型抜きで消えていくアニメーションが完成しました。タイミングなどはキーフレームを前後させて調整してみてください。パスの結合で気をつける点はパスの結合の階層です。パスの結合の上の階層に図形を2つ用意する必要があります。順番が違うと意図しない結果になってしまいますので注意しましょう。これでシェイプレイヤー入門で作成するアニメーションは完成となります。ここから他にも形状などを足してみてオリジナルのアニメーションを作成してみると理解も深まっていくと思います。今流れてるアニメーションは3回にわたって学んできたシェイプレイヤーの機能を使って作成しています。ここまで見て実際に試してくれた皆さんであれば再現できるはずです。ぜひ挑戦してみてください。いかがだったでしょうか。3回に分けて実際にアニメーションを作成しながらシェイプレイヤーがどういったものかを見てきました。簡単なアニメーションではありましたが応用次第で様々な動きを作成することもできます。繰り返し作成してみてぜひ自分のものにしてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。ではまたお会いしましょう。さようなら。